はい、世界で最も高いモーションキャプチャーをお送りしておりますが、クレセントの若井さん、ありがとうございます。はい、若井です。よろしくお願いします。世界で最も高いというのはどういう感じのことなんでしょうか。まず、フロアがこちらは12階ということで非常に高いところにあるっていうのと、土地単価が、まあ、非常にこう高いスタジオかなと。なるほど。もうおそらくということで、まあ、誰かが乗り換えるかもしれませんけど、はい、で、そしての紹介なんですけども、今日はバイコンベロ X 何台構成？バイコンベロ 1.3X っていうカメラにはなるんですけれども、うん、今回今小さいカメラがついてるんですが、14台スタジオについている構成になってます。14台だと大体何ができますでしょうか。今こちらの部屋、黒いトンボがあるところがモーションキャプチャーが撮れるエリアとなっているんですけれども、大体エリアの中に3名、4名ぐらいの方が入っていただいて、まあ、その中で、まあ、簡単にこう組み合ったりとか、お芝居したり、まあ、ダンスもできると思いますし、簡単な組体操ぐらいまでは問題なくできるかなと思います。これで今僕が動いてます。動いてます。大体 HTC VIVE だとやりづらい、こういうのとか、寝技とか、全部できますからね。そうですね、ぐるぐる転がっても、何かこう、デバイスが壊れるものがあるわけでもないので、全然こう転がり回っても全然痛くないし、ケーブルも剥がしちゃっても実際大丈夫ですね。自由にまだ動けます。はい。すごい。で、もうハリウッドとかいろんな各社、ハイエンドのゲーム会社さんとかも実際に使われているようなシステムですので、いわゆるモーションキャプチャーというシステムの中ではハイエンドになります。で、いわゆる光学式のモーションキャプチャー、こういうプチプチをつけてあげることで動くシステムの場合には、カメラでこのプチプチを撮っているので、これが実際にこう見えなくなると、従来に行くとこうなかなかモーションキャプチャーができないっていうことが考えられるんですけれども、この将軍というソフトが非常にこう優秀で、マーカーが隠れてしまっても、かなりの精度で、その間保管をしてくれますので、例えばこういったマーカーががっつりこう隠れてしまってもまだ動けちゃう、全然動けちゃう。なので、いわゆるこうモーションキャプチャーで、光学式の場合にこう隠れたら撮れないんでしょっていうものが、全然それまでのイメージを払拭するような非常に優秀なソフトウェアになってます。で、ライブ向きですね。これは将軍ライブから直接今送っている状態で、アリアルエンジンでアニメーションブループリント組んで、将軍ライブの SDK ライブリンクポーズというプラグインから直接読んでいますけれども、まあ、こんな感じでできてますと。うん、で、まあ、実際にはこれリアリティとかでやってるのとはちょっと違う、まだ、ゼロから組んでる状態ですので、まあ、リアリティのシステムとは全然違うんですけれども、まあ、皆さん考えてるような VTuber システムっていうのが、まあ、ここからスタートできるし、まあ、ものすごいハイクオリティで、まあ、かつ3人ぐらい並べるのは、まあ、さっきやってみたんですけどできそうですということで、まあ、これカメラ台数増えればもっとできるんですよね。そうですね、もっと増えたら、まあ、本当にこう、まあ、プロレスまでいかないですけど、かなりバトルロイヤル、そうですね。まあ、ラグビーのこうなんかこうみんなでこうスクラム組んで動いてみたりとか、そんなことをしても大丈夫だと思いますね。なんかバイコンのなんか記念、30周年記念でしたっけ？あ、35周年記念の記録によると、そうですね。そうするとエリアの中に35人の人が同時にこう走り込んできて、35人が同時にこういったアリアルの中でこう動くっていう。最後に一文字でハッピーバースデーなんていう文字をリアルタイムのモーションキャプチャーで書いたりとか、そういったことまで一応システムとしてはできるようになってます。うん、その時マーカーいくつぐらい必要なんですか？今日53点。そうですね、1人に53点つけるので、それに35人入りますので、2000点以上マーカーだけでもリアルタイムにトラッキングしているということになります。うん、広さ的にはもう体育館みたいなサイズ。体育館の広さは行動ぐらいですかね、35人だとね。そうですね、バス系の全面ちょっと少ないぐらいですかね。うん、なるほど、ありがとうございます。まあ、詳しくはクレセントさんのホームページにお問い合わせください。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。